マントラビルは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン、パリの西5 2トルのところにある。人口およそ2万人の小さな町で、セーヌ川とその支流木ルール川が合流する地点にあたる。マントラビルは都市化されているが、川沿いには公園があり、森に囲まれた丘陵や農地がある。町は、鉄道のパリマントルーアン路線によって、 マントラジョリーから分断されており、マントスタシオン駅にこの路線の電車が停車する。また、コミューン内を A13 が横切り、マント主導及びマントエストの2カ所のインターチェンジがある。郊害を減らす目的で高速道路の一部が覆われている。マントとは、ラテン語のメデンタから来ている。語源は、保護の概念から来ている。マントは、 セーヌ川の恵みを突出して受けていた。セーヌにほど近いマントラビルには農地があり、そこで採れる作物から人は養われていた。二つのコミューンが常に互いに独立してきたことに留意しなければならない。18世紀半ばにはマンテラビルの綴りが好まれて、19世紀には一般化した。しかし急速に S のついた現在の綴り。 マントラビルが現れた。マントラビルはセルロースフィルム製造に特化したセロハン工場のある土地だった。この工場は1926年にセーヌ川沿いに建設された。創業は実際には1929年より開始され、ナチスドイツ侵攻の1940年6月6日に創業を停止した。1944年の連合国側の 空爆によって工場は甚大な被害を受けたものの、1976年まで工場は稼働していた。第二次石油ショックと競合する資材の誕生で終わりを迎えたのである。1985年に生産は停止され、1986年に工場は完全に壊された。クラリネット製造のビュッフェクランポン、サクソホーン製造のヘンリー・セルマー・パリの工場がある。 参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降は、INSEE。ありがとうございます。